いきなりだけど二人とも、どうした？デュエ待ってさ。極論カードのコストさえわかれば効果知らなくても遊ぶことできると思うんだよね。極論すぎだろ。まあ一応成り立つだろうけど。ということで、今回は最近発売されたガチロボのセレクションデッキを使いコスト以外を全部紙で隠してデュエマをやっていこうと思うよ。それじゃあ準備開始。さっき紙で隠すって言ってたけど具体的にどうやって隠すの？今の画面見ればわかると思うけど撮影前にこんな感じの左上を少し切ってるカードサイズの紙を80枚用意したから、あとはこれをカード1枚に対してインナースリーブに2枚ずつ紙を入れて、最後にこれをキャラクタースリーブに入れれば、ほら、コストだけしか見えないカードの出来上がり。なんで2枚も紙を入れるんだ？最初は1枚でやる予定だったんだけど1回テストがてらつけてみたら普通に透けてカードがわかっちゃうから2枚にすることになったんだよね。なるほどな。思った以上にちゃんと隠れてんじゃん。でしょ？それじゃあこれをもっと量産していくぞ。2人とも手伝ってくれ。了解。まあ1人だと大変だろうしね。ありがとうございます。はい。では対戦の準備ができたので、ここからはルール説明だよ。ルール説明？うん。まず基本的なところはデュエマのルールと一緒。ちゃんとコストを支払えば何でも使えるし呪文だって打てるよ。まあその代わりカードを使う直前に紙を外すけどね。うん、うん。でも今回のガチロボデッキは捨て物やイチゴ、レディグパみたいな感じで左上のコストだけじゃ判別できないカードがあるよね。まあ確かにそうだな。その時はコストを払いカードを使う前にそのカードの名前を宣言。そしたら紙を取り、支払ったコストぴったりで唱えれるカードだったら問題なく使えるけど間違ってたら何も効果は発動しないでそのまま墓地に行くよ。え？それ結構辛くない？クリーチャーでも宣言しないといけないのか？クリーチャーは別にいいかな。あくまで宣言はツインパクト呪文とかシールドトリガーを使う時だけでいいよ。へぇ。あと目力とかホーリーエンドの色は下が見れなくて色の判別ができないから上のコストの色だけで見るよ。ではそろそろやっていきますか。まあ長くなると良くないしね。今回相手をする私のデッキは十軸ガチロボだぜ。あと一応聞いておくとマリサの方は紙で隠してないの？隠してないぜ。シンプルにハンデ戦になってんじゃねえか。大丈夫大丈夫。十軸は遅いイメージあるから早いところガチロボで色々出してすぐ終わらせればいいんで。もしガチロボからガチロボめくれた場合はどうするつもりなんですか？知らん。それじゃあ行くよ。デュエマ、スタート。最初はグー、じゃんけんポン、アイコでしょ。よし先行。ガチロボ対面において高校はやばいかも。じゃあ色的に DD データをチャージしてんぞ。本当にそれで戦えるのか？いけるよ。多分。あれなんか開始早々雰囲気悪くね。ドローしてチャージでターンエンド。知ってたけど十字って本当にやばいのが入ってるんだね。そこが強みだからな。ドローして赤マナチャージ、エンドだよ。はいはい。ドロー、またこちらもチャージしてエンドで。ドロー。今のところ特に動きがない試合だね。確かにそうだね。だから動くよ。チャージして3コスト。このカードの下面を置き読めシャラップとして宣言。できれば外してほしいところ。これが自然のカード3枚あってそれぞれ全部4枚ずつ入ってるから確率的に言うと3分の1。頼む。置き読めしてくれ。ターンエンドで。これもしかしてだけど霊夢くんずっとマナブーストできないんじゃないの？怖いこと言わないでください。トリマチャージ。まあ霊夢が遅いことは私的に嬉しいし確実にマナブーストしていきますか。では3コストで神秘の宝剣。効果で山札から自然ではないガチロボをマナに置いてターンエンド。普通にマナブーストできるのすごいなぁ。普通じゃねえのはお前だろ。ドロー。お、これは、いいの来た？もしかしたら欲しいカードかもしれない。じゃあチャージしてまた3コスト。このカードの下をオールインチャージャーとして宣言。あれ赤タンのカードって他にあったっけ？外れで考えられるのはスマッポンぐらいかな。さあ来てくれ。よし、当たってたか。ではオールインチャージャーの効果でガチンコジャッジ1回するよ。おう。まあほぼ全部のカードが10コストの私が負けるとは思えないけどな。うわそうじゃん。仕方ない。ガチンコジャッジ。私の勝ちだぜ。そりゃそうだよね。まあでもチャージャー効果でマナに行くから無事5マナに到達。ターンエンド。これで次のマナチャージで6マナになるからガチロボ出して遊べるね。ドロー。それはまずいけど止める手段がないから普通にチャージして4コスト。キーボードアクセスを唱えるぜ。効果でまず1ブーストしてさっき神秘の宝剣でマナに置いたガチロボを回収。ターンエンドだ。実質確定で持ってこれるの強い。ドロー。ふっふっふ。でも遅かったね。何がだ？マリサよ。君のターンはもう来ない。え？それじゃ行くぜ。6コスト。行け。ガタンコガチロボ召喚。ついに来たね。では出た時効果発動。山札から3枚表向きにし、それらのクリーチャーのコストが全部同じだったら全部クリーチャーを出すよ。このセレクションデッキは7軸だから大体の確率で7コストのクリーチャーが一気に3体出てくるね。もし出てきたとしてもそこからダイレクトアタックまで行くのは無理だと思うけどな。やってみせるよ。7。最後。7。しかも最後にめくれたクリーチャー色的にめくれじゃん。もしかしたらまずいかもしれない。じゃあとりあえずこの紙を全部外して。できれば2体とも1ゴッチタンクが良かったなぁ。まあいいや。ではアタックに入るよ。今アタックできるのはマクーレだけだな。それじゃマクーレでアタックするとき、マジボンバー7発動。効果で山上から1枚見て、それから勝手札からコスト7以下のクリーチャーを出すよ。出すのはワンオアレス5ガチロボチャレンジ。出たとき効果でまためくるぜ。外してくれ。できればここら辺のカードが来てほしい。7。7。7。
してダブルブレイク。シールドチェック。お、シールドトリガー発動、ゼロバース、効果でレッドギラドーンを破壊。まあ仕方ない。で次にロイヤルストレートフラッシュカイザーでアタックするとき、私が負けるまでガチンコジャッジをするよ。了解。では1回目。知ってた。シールドブレイク。シールドチェック。トリガーなしで。はい。無念のターンエンド。ふう、なんとかターンが返ってきてよかった。マクーレからもっかいガチロボが出てきたときは終わったかと思ったぜ。何であれ山上から引いてたしね。ドロー。次は私の番だぜ。非常にまずい。チャージして6コスト。こちらもガチロボ召喚。外れろ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 。ジボッチ。ビルジャベリン。ハイパーマスケン。いやだー。やばいって。でもスサノードラゴン出なくてよかったね。でまずビルジャベリンの X トライフ発動します。剣に進化。ビルジャベリンの出た時効果でマナからここ。そして場のガチロボと手札を墓地に置くぜ。あれそんなに強かったっけ。さらにマスケンでマクーレにアタックするとき、効果で山上から3枚見てパワー12000以上のクリーチャーを好きな数バトルゾーンに出すことができるんだけど、1体しか出せるクリーチャーがいないからビルジャベリンだけ出すぞ。それでも十分強いと思う。まず X トライフ発動してまたバマナ手札から1枚ずつ墓地に送る。あれ霊夢手札は。一体目ビルジャベリンのせいで悲しくも全部墓地送りにされたよ。そんじゃマクーレにアタックして破壊。了解。ターンエンドだ。ドロー。あ、そういえば霊夢はクリーチャーを出した時か呪文を唱えた時、ジオッチの効果で残りのターンを飛ばすぞ。若すぎんだろ。まあでも盤面だけ見るにダイレクトアタックまでは一応いけるね。結局そうなんだよな。腹くくるか。アタックに入るよ。まずロイヤルストレートフラッシュカイザーでアタックする時またガチンコジャッジ。ガチンコジャッジ。はい、では1枚シールドブレイク。マジで来てくれ。トリガーないのか。よし、あとシールド3枚。イチゴッチタンクで最後のシールドブレイク。あとアタックできるのはもう1体のイチゴッチタンクだけ。これで負けたら十軸ガチロボが慕ってしまう。来い。シールドチェック。お、シールドトリガー発動。え、まずいかも。ゼロバースとキーボードアクセス。どこからでも入れる保険ありますか。効果でビルジャベリンを破壊してイチゴッチタンク破壊。次にキーボードアクセス効果で1ブーストして回収なしで処理終了。ターンエンドで。でも今回のセレクションデッキはシールドトリガー多いからワンチャンなんとかなるよ。いやー、マジで怖かった。まあでもターンが返ってきたならこっちのもんだ。ドローしてチャージ。まず3コストで神秘の宝剣唱えてガチロボをマナに置くぜ。次に1コストでフェアリーギフト唱えて次に召喚するクリーチャーのコストを3軽減するぜ。ちょっとそれは良くないと思うよ。では3コストガチロボ召喚。またかよ。よし、もう嫌だ。では優等生運陣の効果で手札2枚捨ててくれ。また手札なくなっちゃった。それじゃガチロボでシールドブレイクするとき、また3枚目くるぞ。あれ、元プレミアム電動くんじゃん。今だと4枚使えるけどね。シールドダブルブレイク受けるよ。多分シールドトリガー発動。レディブトとナウはネバー。上が光文明のカードはネバーだけだから確定だね。意味ないと思うけどレディブトしてくれ。ネバー出たのはいいけど肝心の手札ないので何もできず墓地に送るよ。それじゃあ行け。ボルネテウスサファイアドラゴンでシールド全部墓地送りだ。いやだー。じゃあ最後負けるんだからシールド全部見させてくれ。まあ最後だしいいぞ。ここでスマッポンが出たら熱い。まず1枚目目力。次に2枚目マニフェスト。最後にスマッポンかもしれない日のカード。何の希望もなかった。では最後にマスケンでアタックするとき効果で全部出して。オーバーキルにも程がある。じゃあハイパーマスケンでダイレクトアタック。どうよ。マジで惜しかったな。シンプルにゼロバースが強かった。そういえば聞かなくてもわかると思うがコストだけのジュエマどうだった。一応ゲームとしては成り立ったよ。まあほぼ全部宣言が外れて墓地送りになったことを除けばね。そこが致命的なんだよな。てかシンプルに悔しい。だから次は紙を全部取って勝負だ。いいぜ。10分後ダイレクトアタック通ります。十軸強くね。シンプルに引きの差っていうのあるし、そのデッキも全然強いと思うぞ。